内田軍曹、わしはもう死ぬ。今日は8月31日、すなわち我が皇太子殿下ご誕生のおめでたい日である。この家臣において、皇国のために戦死するのは実に栄誉であって、また周太の本望である。と、動かない体を心持ち姿勢を正すようにして、一段と力を込めて述べた。何を考えるのか、息をつくのか、しばらくの沈黙があった後。内田、高知は今どんな状況か。以前、我が残兵が死守しております。全隊長殿は引き続きご無事であろうか。ご無事で指揮を取っていられるようであります。その後はもはや一言も発せず、水筒の水も一口受けたのみで、あとは唇を開かれなかった。しかし大然たる風貌は、なお気強さを示していた。時は、午後5時半頃、立花修太少佐は戦死を遂げられた。